一般的な線区での連接台車の、例低速急曲線線区での連接台車の、例日本以外での連接台車の例連接台車は、鉄道車両において、車体間に設置して二つの車体を支える台車を言う。ビルヘルムやコプスが1902年に提唱した手法で、二つの車体の間に設けられた、鉄道車両の台車のことである。表記には、 連接車と連接車の二つがあり、日本工業規格では2個の車体の一端を1個の台車で指示し連結している車両を連接車と規定している。一方、連接車は運用中に分離可能な連結機を使わずに半永久的、直接的に車体同士を接続した車両全般を指す。したがって、連接車は連接車の一部ということができ、現在では、 連接台車を採用している車両を、連接車、連接台車を用いない車両を、連接車と表記する場合が多い。LRV を中心に台車を持たない浮き車体と単一台車付き車体を用いる例が、連接車に当たる。日本初の採用例である1934年の京阪琵琶湖号60型では、連接車が用いられた。その後、 関節者と称している事例も存在し、戦後までこれら二つの表記が用いられていた。1957年の小田急3000型と1958年の鉄道時点で連接者が現れ、やがてこの表記が主流になった。二車体が連結機を介さず、台車によって直接つながるため、打行動のような横方向の複合振動が起きず、 高速域の安定性が高く乗り心地も良い。近年はダンパーが発達したため、ボギー車でも容易に、要ン具を抑えられるが、逆に言えば、連接式にすれば、車体間ダンパーや、要ダンパーを省略できる場合が多い。ボギー台車より、台車の総数が減少すること、及び、台車間隔が同じなら中間車のオーバーハング部分の、車体が省略されるので、 編成全体の軽量化に貢献する。連接部は車体に前後方向のオーバーハングがなく、曲線通過時に、外側へ、車体のはみ出しが少ない。蒸気と同じ理由で、オーバーハング部分の遠心力による、横揺れの激しい座席がなくなる。上二つと同じ理由で貫通歩路のねじれが少なく、なるので、痛みにくく、急カーブがある路線でも安全な貫通路の確保が、できる。 騒音源となりやすい台車が車体単にあるため、車単ドアだけで、デッキ部を設けなくとも静粛性が向上する。台車と車体のマウント部を、車体間の隙間を利用して高い位置に設定することができ、車体のロールセンターを上げ、ロールを少なくすることで乗り心地を向上し、なおかつ高速走行時の安定性が向上する。台車数が減ることで、総重量が、 大車分減少しているにもかかわらず、一軸あたりの軸重が上がることで、軸受けの摩擦が下がるため走行抵抗が小さくなる。個々の車両を必要に応じて増解決することが困難で、編成の自由度が下がり、修理工場に入れる際にも編成全部を一度に入れねばならず長い工場が必要になるほか、脱線事故の際に復旧作業に手間がかかる。 動力分散型車両では、同一両数では、車軸数が少ない分、可能な最大の編成出力が制限される。重量を負担する台車と車軸が少なくなるため、台車と車軸と軌道に活荷重が集中し、台車が減って軽量化した分を差し引いても一軸、あたりの軸重は上昇するので、軸重を同じにするなら、車体自体の重量も、ボギー式車両より小さくしなければならない。 輸送量が低下する。ホームドアを設置する場合、前述のように台車間隔が同じでも連接車は一両あたりの長さが通常ボギー車と異なるので、小田急電鉄のように両方を運用する場合は車両とホームのドア位置を合わせにくくなる。結局、連接台車を用いることで必然的に乗り心地の悪い部分をカットしてレールに沿うように、 列車自体が小型になるため軽量化されたわけで、いきなり通常のボギー車の台車を外して、連結部分に連接台車を取り付けても、軽量化編成として運行できるわけではない。なお、さらに台車数を減らす方法として、1車体につき台車を1カレーだけ付けて、これらの車体同士を連接させて支え合わせる方法があり、ただ全体の重量を軽くするというだけなら、 こちらの方がより効率的になる。車体数 N に対して、通常ボギー型は 2N 連接台車を使用する場合は N プラス1だけ台車が必要だが、上記の C2 方式なら NA3 方式なら 2N3A5 方式の場合は2となり、いずれの場合も連接台車を使うより台車数が減るので、ただ台車を減らすだけならば優位性がある。無論、 台車数が大幅に減少するため、前述の連接台車の短所で挙げられた問題は、さらに激しくなり、さらに車体連結部分の真下に台車がないことから、連接台車の長所のうち軸重工場による走行抵抗以外はなくなるため、極めて軽量かつ短い車体の車両向けであり、世界的にもこのタイプの車両は、もともとは連接台車を使っていたような車両のうち、 路面電車のようにあまり高速で走らない一車体あたりが長さ12メートル未満の車両を置き換えるような形で広まっている。曲線通過時に外側へ車体のはみ出しが少ないため過去に急曲線が多い路面電車、欧州の地下鉄車両などで採用が多かった。現在の技術水準では路面電車を除く鉄道車両においておおむね長さが十二メートルから十八メートルの 中型で軽量な車体の連接に用いられる。1911年9月に、イギリスのグレート、ノーザン鉄道で、ナイジェル・グレズリーの指揮のもとに現れた2車体、改造客車3232号車が初、採用例である。グレートイースタン鉄道のガストを付けの通勤用客車、クイントアートは、ロンドンノースイースタン鉄道に合併後も、 バストを伝統に変えた程度のほぼ同設計の製造を続けられた。動力車では1932年に試作され、翌年から営業運転を始めている電気式機動車のフリーゲエンダーハンブルガーが試作機といくつかの量産形式が連接台車を使用しており、これに影響を受けた各国の高速機動車列車に連接台車を使用したものがいくつかある。 電車ではドイツのデュースブルク軌道で1926年5月に現れた2車体の176号車が最初期例である。1936年に登場した特急軽車両のイタリア国鉄イター200型が本格的な高速電車として初の連接台車を採用し試験走行で時速 203km を記録した。この電車はバネ上層下の電動機を持つ いわゆるカルダン駆動を採用した点でも、画期的であった。その後、セッテベロとして名高い板は300型に発展し、これは、ユニット間だけ、連接台車を採用している。この他、スペイン国鉄には一軸連接台車を採用した、タルゴと呼ばれる高速運転用の低床式客車が1950年から、運転されている。その他、デンマーク国鉄 IC3 型機動車、 ドイツ鉄道423型電車、タレントのように、優等列車、通勤列車、ローカル向けと用途を問わず、連接構造を採用する例が多かった。フランス国鉄の高速鉄道車両 TGV の客車間に採用されている。ただし世界的に見ても採用しているのは、TGV などを製造する、アルストム車系の車両に限られ、特に高速性能に有利とはみなされていない。 また、連接台車を一軸にして、連結部分に設置し、調停衝式にする構造の車両もあり、この方式で1992年に試作され、1994年から量産されたオーストリアのユフルは床面高さが18センチメートルを実現したほか、2006年から2013年にかけて、フランスやイタリアなどで営業運転を始めた。 ゴムタイヤトラムのトランスロールは25センチメートルほどである。アメリカ合衆国では1934年に登場したディーゼルエンジン駆動のパイオニアゼファーを筆頭にユニオンパシフィック鉄道 m 1万型などいくつかの高速機動車編成が連接台車を採用した。電車ではミルウォーキー電気鉄道電統で1920年に 現れた、機動線用に車体改造車両131.132号車が、最初き例である。その後、機動線では、ブルックリンマンハッタン交通、デトロイト式動局、ユナイテッドレールウェイエレクトリック、シカゴサーフェスライン、クリーブランド鉄道、鉄道線では、ワシントンボルチモアアナポリス電鉄、地下鉄線では、ブルックリンマンハッタントランジットで登場した。 1941年のシカゴノースショアー線のエレクトロライナーは、連接台車と WN 駆動による高性能電車だった。客車でも、サザンパシフィック鉄道がサンフランシスコロサンゼルス間の特急コースとデイライトに使用した客車は、連接構造だが、通常の座席車が2両ずつの連接車が3ユニット、食堂車関係が3両連接車1ユニット編成に、 組み込まれ前日のパイオニアゼファーの流れを組むネブラスカゼファーの客車も連接台車を採用していたが、機関車故障時の対応を容易にするために、連接構造は客車部分にとどまり、編成を組む動力車は通常のボギー台車構造とされた。このネブラスカゼファーの客車は E5 系ディーゼル機関車を 牽引機として編成を組み、入りの一鉄道博物館において、胴体保存されており、博物館内での運転は元より、本線上でのイベント運行に用いられることもある。また、現代アメリカ鉄道の象徴といえる、コンテナ輸送用貨車のダブルスタックトレインに、連接構造が多用される。コンテナ庁の国際規格は40フィートと短いので2段、積みし、輸送効率を上げる。 コンテナ輸送は、貨車の増解決によらず、コンテナの積み込みだけで、輸送量を変えるので、連接台車は、合理的である。ただし2階建て客車は、車体が長く重いので、連接台車を用いていない。今日の旅客列車では、オレゴン州有人からシアトルを経て、カナダ・バンクーバーまでを結ぶアムトラックのカスケーズ号に、スペインのタルゴ客車が用いられている。このか。 ライトレール各線では、最初期に登場したシーメンスとデュワムによって、製造された U2 型電車以来、連接式電車の使用例が多く見られる。日本の鉄道では、連接台車の採用は少なく、特に機動車での利用が皆無に近い。なお、過去の日本の鉄道輸送では多層立て列車のように、途中で編成を平結、分割させることや、輸送力に応じて、 適時車両を増結するため、増解決の融通が効かないことも問題であったが、昨今の列車では固定編成か、ユニット編成の増結で運用される例が多く、これが、連接台車を採用しない決定的な理由ではない。日本初の軽阪美ワ湖号60型では、路線の都合上、路面電車に近い規模であった。1941年には、 通常の電車規模の西鉄500系電車で採用され、それ以外には1950年代中頃まで、鉄道法で営業する路線でも江ノ島電鉄300系のように路面電車規模の車両に使用されていた。1957年に小田急電鉄で特急型であるロマンスカー3000型に連接台車を使用し、翌年には近畿日本鉄道でも、 特急型のビスタカー1万系の付随車ユニットに、これを採用するなど、普通サイズの電車にも使用されるようになったが、その後も、路面電車系の軽量な車両に使用される方が多く、この2系列を除くと普通電車サイズの車両は、前日の西鉄500系電車と、規模がだいぶ小さくなるが一応急行車だった福井鉄道200系電車程度で、大型の電車の連接車は、 私鉄では広まっていない。逆に、路面電車クラスの小型車両では、1950から60年代、頃から一部の私鉄で、機動線や、それに準じた路線の車両をこれに統一しようとしていた、例があり、前日の江ノ島電鉄のほか、名古屋鉄道、西日本鉄道、札幌市電、広島電鉄などで新造車を連接車のみにしていた、時期がある。 近年においては、蒸気施鉄のうち、優等列車向けの車両では、近鉄ビスタカーの場合は三代目に当たる三万、系からは、通常のボギー電車になっているが、小田急ロマンスカーの場合は、以後も一万系、ヒセまで、連接車の増備が続いた。九百九十一年に登場した二万系、すでは、JR 東海三百七十一系電車と同じ、通常ボギー車タイプになり、 その後の3万系、エグゼにおいてもボギー車で製造されたが、2005年製造の5万、経営、VSE では再度連接車が使われるなど、連接車と通常をボギー車が混在している。現在、国内の優等列車を除いた普通鉄道では、江ノ島電鉄、広島電鉄、筑豊電機鉄道、福井鉄道、東急電鉄に連接車が存在するが、 このうち100%連接車だけで運行されている路線は江ノ島電鉄、筑豊電気鉄道、東急世田谷線だけである。一方、国鉄では振り越式車両の試験車として製作された591系試験電車が大圧軽減対策の実験も兼ねて自己相打方式の連接台車を採用していたが、この方式に問題があったため実験は中止され、 連接台車がいらなくなったことで後に通常のボギー車に改造されている。JR でも1992年に東日本旅客鉄道が新幹線952系、953型電車、日本貨物鉄道がワ100系貨車を試作したが、双方とも試作のまま終わった。その後、JR 東日本は2002年にも通勤系電車の E993 系、 AC トレインに車輪に電動機を直結した DDM 方式と合わせて連接構造を採用した。この AC トレインの成果を受けて登場した E331 系量産線公社では2007年から2010年までの予定で、京葉線で営業運転を兼ねた試験まで行われたが、2014年に廃車された。結局、国鉄から JR においては長年にわたり、 断続的にいくつかの試験をした結果、連接代車が本格採用されることはなかった。なお、私鉄における、日本国内における営業用貨車での連接代車使用例として、太平洋石炭販売輸送の石六線型が存在する。電車貨車、事業用車、ありがとうございます。